悪魔の証明なのよ。マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。もうやめてくれ、もうやめて、頼むよベアトリーチェ、今すぐ現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ五条だよ、悪魔にしか証明できないんだよ、魔女のお前なら証明できるんだよ。頼むからベアト、ここに現れてローザおばさんに、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。マスターキーは5本しかない、マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。後ろ宮バトラー、認める、認めるよ、お前はいる、いる、確かにいる。だから五章だよ、もうこんなのはやめてくれ、もうやめて、もうやめて。言葉だけでは届かぬぞ、態度で示せ。わらわの家具になると心から誓え。できるか？服を脱げ、裸になるんだよ。そして両手をついて地に這え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う、当然のこと。そしてひざまずけよ、わらわの靴に舌を這わせろ。できるか？できるんだよな。そうしたら現れてやるよ、赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる。誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ、十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ、靴を舐めてもいいかって一瞬思っただろ、すぐにそれを否定して自分を恥じただろ。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまあねえ顔だよ、鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ、後ろ宮バトラー。